Следующий на лед приглашается Кэтлин Осмонд, Канада. Канада. 次はカナダの選手です。この選手も初出場です。ケイトリン・オズモンド、16歳です。予選にも出場していました。彼女が予選の第1位です。そこではこれまでの彼女のパーソナルベスト20ポイント以上も更新したという素晴らしい出来でした。カナダの国内選手権ではシニアの方に出場して3位という成績を取っています。ダブルアクセル、スプレートイーグルからダブルアクセルをして、その後もすぐスケーティングムーブメントに移っていきましたね。工夫がされています。彼女もトリプルトリプルを予定しています。トリプルとトリプルと、でバックスピン、サイドになってヘアカッター、ビルマンポジションです。ダブルルッツしてきましたね。ストレートラインステップシークエンス、やはり前半は片足で滑ってきました。一つ一つが曲調をよく捉えていると思いますね、ストレートラインステップシークエンスだけではなく、ここまでプログラムを見ていて非常に工夫をしたプログラムで滑っていっていると思います。フライングシットスピン、シットフォーワード、エントリーからジャメルポジション、アップライトのバリエーション、足を変えてシットスピンとポジションですね。インドの音楽を使ったプログラム、カナダの16歳ケイトリン・オズモンド、初出場の選手の演技でした。ケイトリン・オズモンド、カナダ。最初はスローな曲の出だしで、途中からあの勢いのある、元気のいい曲奏に変わったんですけれども、はい、非常にそこのメリハリの部分をよく、表現していたと思いますね、はい、とってもあの曲が変わって同じような動きというのではなく、こうメリハリがあってよかったと思います。その部分ですね、ジャンプをきちっと決めてきています。そうですね、ジュニアですので無理をしないでダブルにしてきましたね。そうですね、彼女は予選ではトリプルルッツを試合で初めてちゃんと入れられたということで喜んでいたんですけど、ここにやっぱりつながらなかったですかね。そうです ね、ショートプログラムやっぱり難しいですよね。そうですね、一つのミスがショートプログラムの場合は非常に大きく響いてきますので、ミスをしない選択をしてきたんでしょうね、フリーで挑戦できますから。そうですね、はい、トリプルルッツについては11月のセクショナルの大会では一度試したんだけれども、その後全然うまくいかなかったということを言っていました。でもこの予選でうまくいったので、はい、これを生かしたいという話をしていたオズモンドです。
ショートプログラムの場合はスケーティングムーブメントもしくはステップ、はい、それからターンから直ちに行わなければならないんですね、その単独のジャンプというのは、はい、ですからそこが抜けてしまうとやはり GOE に響いてきますので、そこを考えてきっとダブルで確実にその部分もきちんとしてプラスをよりもらいたいなということで飛んできたんだとは思います、はい、そうなんですよね。フリーですとたとえ長く待っても一応それでマイナスっていう、まあね、長の表示、そうですね、28.46 と 21.69 50.15 というショートプログラムのスコアでした。滑った中での第2位です。